チェスカーズブロヨフカウヘルスキブロットは、チェコの重火器製造業者。チェスカーズブロヨフカ1918年、軍需企業のアウストロハンガリアン社の元従業員、数名が、チェコスロバキアのプルノの重宝店の経営権を引き継ぎ、スタトニズブロヨフカストロイルナブブルノに改名。さらにその約1年後にチェスカーズブロヨフカに改名した。それ以前に州として存在したボヘミア、モラビアは、 その地域での重火器製造の中心として、長らく君臨していた。1924年以前、会社は主に、マウザーカル98小銃の組み立て、製造に従事した。1923年付近で、ブルノにあった拳銃の生産がストラコニチェにあった、チェスカーズブロヨフカに移転される。1936年6月27日、チェスカーズブロヨフカウヘルスキブロッドは、 チェコスロバキアのウヘルスキブロとのモラビアの小さな町にあったチェスカーズブロヨフカストラコニツェから枝分かれする形で設立された。この決定はナチスドイツの勢力拡大、特にアドルフ・ヒトラーによるラインラント真鍮の影響を受けたもので、重火器の製造拠点をドイツとの国境から遠ざける意図があり、工場はその決定からわずか16週間で建設された。 第二次世界大戦後、重火器製造は中央組織化され、輸出する重火器は必ずバーノの刻印をすること、と義務付けられた。ウェルスキブロットやストラコニツェで製造されたザブの重火器ですら、バーノマークが入っているのはこのためである。重火器の設計は、基本的にフランティシェクとヨセフ兄弟など、評判のある技術者が担当し、ZKK、ZKM、 ZKP、ZKR などの頭文字が冠された1964年から1966年の間にチェコ政府は長尺の銃の製造をズブロヨフカブルノからザブに移した。冷戦時代、ザブは軍用にサブイゼット58突撃銃、スコーピオン VZ61 短期間銃などの消火器、訓練用、射撃用に様々な 22口径ライフルを開発した。中でもシーズ75拳銃シリーズは大きな成功を収めた。多くの銃火器の設計はブルノのものであったが、ズブロヨフカブルノは生産を担当しておらず、1960年代に生産された ZKK600、ZKK602 シリーズや ZK m リムファイヤ銃などの長尺の銃は実際にはザブが生産していた。 二社を統合したい、チェコ政府の思惑により、ブルノの商標は、ザブでも使われていた。1980年代初頭には、ズブロヨフカブルノが生産する、重火器は、全体の3%に過ぎず、生産の大半は、タイプライター、ディーゼルエンジン、工業機械などにシフトしていった。1991年、チェコの武器工場は、文献化され、 事業は自由市場経済に放たれた。1992年、チェスカーズ・ブロヨフカーエスト・ウヘルスキブロッドは民営化され、自由な世界経済に突入し、90カ国以上に進出する消火器メーカーとなった。1997年、ザブは CZUSA を設立したことにより、アメリカにおける事業の高級的な常駐を確立。ザブと CZUSA は、軍、警察、 防衛、スポーツ、レクリエーションなど幅広い用途の消火器市場に訓練し続けている。1800人を超える技術者、職人、ビジネスマンを抱えるザブ工場は世界最大級の重火器メーカーである。2014年には会社は単独で26万丁もの重機を製造した。長い歴史の中でチェスカーズブロヨフカは革新的で業界に 大きな影響を与える消火器を設計した CZ75SP-01CZ92 モデル 244VZ58 スコーピオン VZ61 ありがとうございます。